先生にお願いがございまして、お待ちいたしておりました。なんだ。先生はお宅でも法術を教えておられると伺いました。私たちはまだ日進館で教えていただくことはできませんが、これからの戦は法術が勝負を決めると聞きます。ですから早くから学んだ方がいいと思います。ぜひ我々3人に教えてください。そんなことか。よし、親の許しを得たら今からでも来い。ありがとうございます。ただまあなんていうか、来て驚くな。この時に直角、こっちを締める。もうちょっと下。何してる、来い。はい、駆け足。驚くなと言ったろ。妹の八重子だ。法術はそんじょそこらの男よりはるかに上だ。薙刀は名人の浅井澄江さん、その娘の小夜子さん、澄江さんのお知り合いのご婦人方とまとめ役の桑原直さんだ。こんにちは。あなたたち法術を習いに来たんでしょ。日進館に通う会津武士の師弟が挨拶一つできないの？外で女子と口を聞いてはならんと小さい時から叩き込まれておるのだ。先生、何故女に法術を教えておられるのですか。女に戦わせるほど会津は落ちぶれておりません。そうです、俺たち女と一緒にされたくありません。先生、この女たちは男と同じ件になって何ができるというのですか。私が一方的に話すから返事はしなくていいわ。試しに打ってみる。はい、構え、狙え、打て。女だって合図を守れるのよ。お前らの言う通り、合図は男だけでも十分に守れる。されど女たちもこの合図に生き、合図を大切に思っておる。たとえ実際に役立つ局面がなくとも、武術を習い武士道を身につけたいと思う心こそが合図魂だろう。毎日ここに習いに来て構わないわ。返事はしなくていい。でもいつも私たちがいるし、兄上が不在の時には私や小夜子さんが教えることもある。どうする？私は薙刀はなんとかなるけど、法術は八重子さんに習い始めたばかりなの。でもあなたたち程度になら十分に手ほどきできるわ。口を聞かなくても習えるゆえ習った方が良いのでは。そうなさいな。先生、ぜひ教えてください。よし、分かった。じゃあ再開しろ。はい、はい、今日は俺が峰寺。